はい、こんにちは、タカです。昨日ですけども、少し喋りすぎましたかね、喉の調子があまり良くなくて、動画の方1回お休みさせていただきました。ごめんなさい。まだ聞き取りにくいかと思いますけども、ご了承ください。よろしくお願いします。というところで、まずドルの動きなんですけども、これがかなり面白い動きしてるかと思います。PMI がたくさんありましたんでね、昨日なんかよく動いたと思いますけども、まあ、その結果見えてきたものというのが、あろうかと思いますので、まあ、そのあたりを触れていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷え性を重ねています。まずは週末の環境というのをね、振り返っていきたいと思いますけども、僕はこういったレンジを意識してたんですよね。上の方に抜けてきた動き、この動きがまあ目立っていたわけですけども、週末の金曜日ですね、大きな売りが入ったことでこの動きを潰しています。これすごくこう意見が分かれそうな環境だったと思うんですよね。まあ押し目と考えていけば押し目買いで全然問題ないわけですけども、ただかなり強く、そしてまあ早いペースで売りが入りましたんでね、まあこの高値を試して抜けなかった、上値の差を確認していくんなら、ここレンジそばですから、レンジの上から売りを見ていくような状況、まあ、こういった流れもあろうかと思うんですよね。どちらかというと、まあ僕はこちらを見ていたわけですけども、昨日ですけども、この青い流れを意識している人にとってはまあ少し苦しい状況が見えてきてしまいました。まあ、つまりこう高値圏だからドルショートを見ていたのに、その高値を超えてきたわけですからね、まあ、これはショートは少し苦しいですね。まあ、加えてまあロング勢、まあ、つまりこの辺りでね、急落に対して押し目買いをしている人にとっても、まあ、この動きでまあ一旦救われた形になっています。こうなるとまあ苦しい勢力がひっくり返ってしまいます。ドルのロング勢というのはこう逃げ場を与えてもらっているわけですね。ドルショート勢はもう今は苦しいと、このドルショート勢というのはもうこの高値を抜けてくると少しまあ決着ということにもなっておきそうで、今日の相場というのはこのドルの高値圏での攻防ということになってくるわけですけども、もう抜けてますからね、今日は一つの決着と、そういう流れになってくるかもしれません。まあ、見たいのはドル買いということになってはきますかね。今日は深夜に FMC の議事録の発表があるんですけども、この FMC というのが2月の一番最初に開催されて以降、次が3月の半ばぐらいまでないんですよね。1月半ぐらいですかね。少し間が空きますので、もしかしたら逆にこう注目度上がってしまうかもしれませんね。深夜までちょっと目が離せないですけども、ドルの終値、注目をして見ていきたいと思います。はい、そしてこちらが円指数になります。1時間足に冷え性を重ねています。この円相場に関してもサポート割れた動きがしっかり見えてますんでね、まあ、売り場探しっていうのはもうずっと見ていたわけですけども、先週あたりかまあこういった足場を作っていました。まあ、ただ抜けてますんでね、メインシナリオは自分はやっぱりこう売りを見ていきたいなと。まあ、そんな中でまあ少し短期的な流れを見ても売りのトレンドが見えていたわけですけども、まあ、昨日さらに安値を更新してきましたんで、これはまた流れも見えてくるかもですね。自分の場合もドルは強さを見てますけども、このように円の方に弱い流れが見えてくると、これドル円の方に強弱が出てきますんでね、もしかしたらドル円かなりこう面白い展開になってくるかもですね。同じようにクロス円なんかもまあ強くこう円安を意識していくことになるわけですけども、ただまあドルが強くなってくると他の通貨やっぱり若干売りが入りやすくなりますんでね、まあ、そうするとまあ弱い通貨同士のペア、強弱がつきにくいということにもなりますんで、この線というのはまあ通貨によってね、こう景色には差が出てきそうです。ドルは高値圏での攻防の決着、円相場に関しては下落トレンドの継続というのを意識して、今日は値動きを追っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。まあ、ドル高、あとは円安、このあたりはもうチャートの方からも意識して見ていこうかと思うわけですけども、他の通貨に目をやるともう目立っているのがポンドですね。まあ、PMI でよく動いたということになるんでしょうけども、ただもう最後までしっかり買いが入ってますんで、ね、もうこれは今日につながってくる動きになってくるんではないですかね。特に今円も弱いですからね、ポンドの中はすごくこう面白い動きになってきそう。このあたりはもうチャートの方からもしっかり振り返ってはみたいところですね。あとはもう一つ目立っているのがこの豪ドル、これがまあ月曜日なんか強かったですけども、先週なんかもこう通してずっと弱い流れが出てるんですよね。昨日なんかもこうかなり売りが入りました。月曜日の買いの分なんかも潰した形になっています。逆に豪ドルすごくこう弱さを感じますから、まあ、対ドルなんかで相場の方を見ていくとこれも強弱の差がついてきます。豪ドルドルあたりですかね。このあたりのショートもすごく面白そう。まあ、マイナー通貨で見ていくんならポンドの買いに対して豪ドル、ポンド王子とかね、このあたりを見ていくのも面白いと思います。何せよ、イベントがない中でも流れが出てきてますんで、ボラは出てきやすい環境はあるんじゃないかなと思いますけども、ただこう通貨選択というのは大事になってきそうですね。通貨によっては動いてこないとか、まあ、こういったこともありそうですから、どの通貨が強いのか、どの通貨が弱いのかですね。このあたりをしっかりまずは見ていくのは大事になってくるかと思いますね。今回であれば、ポンド、ドル、あとはユーロあたりもそうですね。このあたりは若干こう強い流れを見ていこうかなと。
円相場、あと5ドル、このあたりは少しこう弱い流れを見ていこうかなと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。ドル円週足環境で見ていけばこう強い売りのトレンドに対して現在も明らかに流れが止まってますね。サポートが見えています。調整局面かなと。調整ですから自分ならまずはレンジを疑うんですね。そうするとまあ高値はまだ見えてはいないんですけども、もしこのあたりで流れが止まってくるんならもうおそらく今の現在地というのは調整レンジの高値圏にはなってくるかなと。するとまあ意識したいのはまあ高値圏ですからロングは少し警戒したいと。ショートを見ていくのも面白そうにはなってきますけども、ただ週足環境見ていくとこう強い流れが出てるんですよね。ずっと高値を更新してきてます。高値圏というのは少し気になるところですけども、ただこの上昇の勢いが止まってないですからね、今すぐショートというのは少し難しいんではないですかね。ただまあ高値圏というのは変わらないですから、こう上値の重さが見えてきてしまうと、これはもう売りが出てきてもおかしくない場所にはなりますから、ですからまあロングは狙っていきたい流れには見えてはきますけども、ただロングが捕まっていい場所ではないですね。高値圏でロングが捕まらないようにしっかりこう逃げ場を考えながらロングを見ていく場所を探っていくことになりそうです。はい、変わりましてこちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やし環境もしかしたらまあ一つの決着ということになってくるかもですね。先週末の段階で僕はこの辺りに抵抗を見ていました。月曜日なんかもこう上値の重さが見えましたんで、この辺りの高値圏での攻防、つまりレンジ相場を想定していたんですけども、昨日の相場をこの高値を抜けてきてるんですね。もともとがまあ強い上昇トレンドが見えての調整局面でしたから、高値ブレイク見えてくるんならこの動きに逆らいたくはないところです。特に先週の段階ではこれ上髭つけた形で、かなりこう上値の重さが見えていましたんで、僕なんかもこう少しね売り目線で見ていたりはしたんですね。高値圏の調整レンジのレンジ上から下まで、こういった流れをイメージして、終始あたりはこう売りの流れをイメージしていたんですけども、こういったショート勢をまあ捕まえるような状況というのもありますね。逆にまあ先週末金曜日ですね、こう強い売りが入ったわけですけども、これもやっぱり抜けてましたんで、押し目買いなんかは入りやすい状況あったかと思いますけども、なかなかまあリバウンドしなかったんですね。ロングが捕まりやすい状況というのがあったかと思います。これに関しては昨日で解消されましたんで、短期的にはこう苦しい勢力というのがひっくり返ったような感じですね。このまま高値を抜けてくるとこれは決着にもなってきそうで、今日はこの高値を抜けていくかどうかですね。ショートしていくんならこの高値というのは抜けてしまったらもう諦めるポイントにもなってくるかと思いますので、ロスカットなんかも出てきやすいのかなと。ドルも同じでしたけどね、今日はこの高値圏での攻防、そして決着につながってくる動きになるかもですね。これは大注目だと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。こういった環境で短期足見ていくと強い流れに対しての調整局面、なんだかんだ言いながら先週の水木金あたりから調整局面続いてるんですよね。それなりのサイズの足場にもなってはきていますので、ブレイクなども期待したいところですね。メイン左は高値を抜けていく動き、ただ悩ましのが今の現在地、高値圏ですから、ブレイクしてくれればいいですけども、ブレイクしてくれなければ売りが入りやすい場所でもあります。僕はもうメイン左は上位足の環境からもロングを見たいところですけども、ロングを見ていくんなら足場が欲しい。この足場というのが今のところまだ見えてないんですね。現在135円に乗せようかどうかという動きですけども、100ポイントほどありますんでね、この100ポイントというのはリスクとしては大きいと思います。もう少し近くに抵抗体が欲しいというところで、短期足もいいですからね、この辺りで小さな足場なんかを作ってくれると、買うための足場が見えてきますんでね、すごくこう買いやすくなってくるんですけども、どうなりますかね。上位足の環境からも135円、しっかり乗せてくるとロスカットなんかもこう流れとしても出てきそうで、これはもうトレンドになってくるかもですね。通貨の強弱で見てもドルには買いが入っています。円の方は相変わらず弱いですからね、強弱の差もついています。高値圏ではありますからね、ロングはもちろんこれはもう慎重になるべき場面ではあると思いますけども、慎重になりながらもまずはロングをしていく場所を今日は探っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD 1時間足に冷やしを重ねています。これダウ一つの決着になってきそうですかね。レンジから下の方にブレイク、明らかに弱い流れが見えてますね。ただダウ相場に関してはもう少し小さな目線で見ていくと、結局は高値圏でのレンジという形が別に見えてきます。もう少し小さな動きを見ていくと、レンジの中にできている小さなレンジ、ブレイクに関してはこの小さなレンジから抜けてきているに過ぎないんですよね。
ですからまあ基本的にこう強い流れに対しての調整局面、そんなに大崩れを見ているわけではないんで、どこかでまあ流れは止まってくるかなと思っているところですけども、ただまあ高値圏から売りが入ってきたというのがありますから、少なくともまあロングを引っ張るような場面では今はないのかなと思います。まあショートをしていくかどうかは別問題だとしても、まあロングに関しては少し慎重に見ていかないといけない状況かと思います。相変わりましてこちらが日経平均の CFD 1時間足に平常化されています。まあ、日経平均も同じことが言いますね。レンジ相場から下の方に抜けそうになっています。ここには強いトレンドがありますから、抜けてくると波の反転が見えてくるわけですけども、僕はダウとは大きく違う点が上位足にはあるかと思います。まあ、それがまあこれもね、動画で、ね、まあ、散々言ってますけども、少しサイズの方を小さくしていくと、まあ、そもそも日経平均というのは高値、これを切り下げている環境があるんですよね。上値が重い状況がこの辺りに見えてくると、これは売りが強く意識されてしまうかも。まあ、現状はレンジの形になっているわけですけども、このレンジ、足場が崩れそうに今なっていますので、まあ、売りが出てくるとこれはちょっと怖さがありますね。まあ、サポートギリギリのところですからね、まあ、一旦ログを見てくるのも問題ないかと思いますけども、抜けてしまったらこれも逃げ場を考えていかないと、下落の波が見えてしまいますんで、もう目線はショートになってしまうかなと思います。崩れてしまったら2万6000あたりまではもう全然見えてきますんで、まあ、ショートもかなりこう意識して見ていくことになりそうですかね。はい、変わりましてこちらが金の CFD 1時間足に冷え重ねています。まあ、金相場はドルとの逆相関という形がまあすごく強く出てきやすいですからね。まあ、今若干ドルが強くなってきてますんで、まあ、崩れそうにはなっています。もうこれは仕方がないかなと思いますけども、ただまだはっきり崩れてはいないですね。まあ、ドルが高値圏での攻防ということで、金相場は もちろんこれ安値圏での攻防ですね。これはもう同時に決着ということになってはくるんじゃないですかね。安値圏ですから1回買っていくというのはもう全然ありだと思いますけども、割り込んでしまったら勢いが出てくる場面でもありますので、まあ、引っ張らないように十分注意と。ただ自分はもうドル高見てますからね、もう割れてきてもおかしくないかなと思いながら見てはいますけども、どうなりますかね。まあ、これも決着、これを期待したいところですね。はい、ということで、ドル円ですけども、先週見えていたこの高値を抜けてきました。あとはもう直近の高値ですね。これ抜けてくるとショート勢にとってはもう過去にレートをつけてないわけですからね、買い戻しがすごく出てきやすい場面にはなってきたかなと思います。ただまだレンジの高値圏での攻防ですか、決着にはなっていないですから、今日はこの決着というのを意識して、値動きを見ていくことにはなりそうです。少なくとも先週の金曜日、結構こう強い売りが入りましたけどね、この売りに対してまあロングをしていた人、苦しかったロング勢というのはもう全員救われてしまいましたんでね、まあ、その分、まあ売り圧力が減ってしまったかなと思います。上が軽くなってしまったということになりますんでね、まあ、今日はそのあたりを見ていくことになろうかと思いますね。あとはドルインデックス、これも高値抜けそうになってますけども、まあ、そもそも上昇トレンドが見えていて、まあ、高値抜けていたわけですからね、しっかりサポートされての波の反転も見えてきています。自分はこれ言ってこいとね、潰されたと見ていましたけども、このようなショート勢が、まあ、現状は苦しい状況を見えてます。ショートが苦しくなってくるとやっぱりロングを見たくなりますね。今日はこの高値抜けてくる動きに期待をして見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。